常にそのネガティブな感情を自分でポジティブに唱えていく。これ特に寝る時がいいんです。で、寝る前に僕いつも言うんですね、簡単簡単ワンタン麺とかね、ちょっと嫌な時あった時はもう笑いながらね、簡単簡単ワンタン麺、こんなんできるかな、簡単簡単ワンタン麺って言っていろいろ唱えながらここ口角上げてにっこりしながら寝ます。そうすると朝起きた時に嫌なことも全部その潜在意識の中できちっと解決していてくれるんですよ。この力っていうのは、僕たちが呼吸してるとかこの振動をボコボコこう打ってくれてることは意識 しないですね、普段だけど、その意識をしないけども働いてるわけですね。すっごいフル活動してるわけです。で、そのぐらいの力が実はその潜在意識の中にいっぱいあるので、そこに確信を持って大丈夫お金は入ってくる、大丈夫美しくなれる、大丈夫健康になれる、もっと健康になる、一生健康でいてる、もう、たとえ病になっても病なんかすぐ治る、正常になる、要するに自分の機能がどんどん正常になるとか、もうそういうあの、まあ、未来に向けて語りかける、この言葉がね、そういうふうに必ずなると。で、ここが大事ですよ。必ずなるっていう、この断定的に感じる、断定的に言う。